ニュースクールスタイルで描かれたタコの入れ墨。ニュースクールはアメリカ合衆国におけるオールドスクールの特徴の一部に影響を受けた1970年代に起源を持つ入れ墨のスタイル。このスタイルは太い輪郭線、鮮やかな色彩、対象を誇張した描画などが特徴となっていることが多い。ニュースクールは入れ墨の技法を積極的に共有しようとする。 開放的指向性への移行を象徴する動きでもある。ニュースクールの入れ墨がどのように始まったのかについてはいくつもの説がある。一説にはカリフォルニア州の堀氏たちが多様な衣装の実験を1970年代から始めていたとも言われており、有名な映画俳優、ディズニーのキャラクターやスター・トレックのオリジナルである宇宙大作戦のエンタープライズ号が描かれたと、 されている。当時の新しい文化的衣装は、堀市側の着想から来たものというより、もっぱら顧客の需要から生まれたものであったと、論じられている。また別の説によると、ニュースクールの起源は1980年代とも、1990年代、ともされている。堀市のマーカス・パチェコは、ニュースクールの入れ墨にいち早く取り組み、その人気を高めた一人と認められている。 ニュースクールの入れ墨は日本の伝統的な入れ墨やオールドスクール、民族芸術など多様な入れ墨の伝統から要素を取り込んでいる。太い輪郭線が用いられる点はオールドスクールと同様である。しかし、用いる色彩の数が限られていたオールドスクールに対しニュースクールは多様かつ鮮やかな色彩を用いることが多い。ニュースクールの入れ墨は主題の描写において 細部を誇張するため写実的な描画にはならず、しばしばカートゥーミやグラフィティに見られるようなギザギザの縁取りや膨らんだ文字などヒップホップ文化の表現スタイルにも比較される。ニュースクールでは描かれる主題は伝統的な主題である精神や和紙などに限らない。ファンタジー的な主題や斬新な文様が描かれ、顧客の注文を大幅に受け入れるのが一般的である。 その一方で、オールドスクール的な主題をニュースクール的な手法によって描くことも、あるいは敬意の表明として、あるいは皮肉として、広く行われている。ニュースクールは、入れ墨の作品や技法についての情報に関する、堀主たちの姿勢の変化を象徴する動きと考えられている。1970年代から1980年代に、 かけてのオールドスクールの入れ墨の職人技は競争相手に客を奪われることを恐れて、堀主たちによって秘密にされているのが普通であった。しかし、そのために何らかの革新がなされても、それは入れ墨関係者のコミュニティの内部に止まるものとなっていた。ニュースクールの堀主たちは、情報を積極的に公開し、入れ墨の領域を拡大して、なぜ従来からの堀主たちと、 新しい堀市たちの間に緊張関係があるのかを説明した。こうした変化について伝統的な堀市たちは入れ墨はその魅力の一部を失ったとしているが新しい堀市たちはこうした解放性を進歩的なものと考えている。ありがとうございます。